マルコ・ボリエットは、イタリア・カンパニア州ナポリ出身のサッカー選手。ポジションは FW。元イタリア代表。AC ・ミランのプリマベーラ出身。セリエ B の FC ・トレビーゾへ、レンタル移籍していた際に半年で10得点を挙げ2002年に、ミラに復帰。プレシーズンマッチで得点を挙げ注目されたが、当時のチームには、アンドリー・シェフチェンコ、フィリッポ・インザー,ーギ、ヨンダー・アルトマソン。 リバウドなどの名選手がおり数多く在籍しており、出場機会を求めてエンポリー FC に再びレンタル移籍。その後もレンタルでの生活が続き、結果を出せずにいた。2006年にカルチョスキャンダルに揺れて、補強のままならない状態だったミランは控えとして、買い戻したが11月11日に行われた AS、ローマ戦後のドーピング検査で陽性反応が出て、 半年の出場停止処分を受けシーズンを棒に振った。恋人の用語などもあったが、最低は覆らなかった。2007年に共同保有の形で、ジェノア CFC に移籍すると、初めてセリエ A でレギュラーをつかみゴールを量産した。2008年2月6日のポルトガル戦で代表初、出場も果たすと、ユーロ2008の代表メンバーにも選出された。 2007から08シーズンのジェノアで19ゴールの結果を残し、2008から09シーズンからミランに復帰することが決まった。しかし怪我に苦しみ出場機会に得られずにいた。2009から10シーズンは一転して、シーズン中盤から好調を維持し再びゴールを量産した。最終的には14ゴールを挙げて、アレシャンドレ・パトやロナウジーニョラを抑えて、チーム得点王となった。 2010年8月31日、レンタル遺跡でエースローマに加入した。クラウディオ・ラニエリ監督の下でゴールを量産したが、2011年2月22日に、ラニエリ監督が解任されて、ヴィンツェンツ・ォモンテラ監督に交代すると徐々に出場機会が減少した。しかし、34試合に出場して11得点の成績を収めた。 活躍が認められて6月22日にローマに完全一席。ローマ側が初めにレンタル料200万ユーロを払い、シーズン終了後に1000万ユーロを支払うことで権利を完全に買い取った。しかし、モンテラ監督が退任し新たに就任したルイス・エンリケ監督の構想からは外れた。2012年1月3日、ユベントス FC に半年間のレンタル移籍が決定。 レンタル料は50万ユーロで800万ユーロの買取オプション付き。しかし、チャンスで決めきれずに13試合で2得点と振るわず、無敗優勝のチームにおいて、それに貢献できない格好となった。シーズン終了後にローマに戻ったが、ズデネク・ジェーマン新監督の下でも構想外となり、8月31日にフルス・ジェノアにレンタル移籍、ゴキブリのフルス復帰となった。 2013から14シーズンでは、新監督のリュディ・ガルシア監督の下で、準レキュラーとして活躍し、開幕連勝記録を更新した、キエーボ戦では、決勝点を挙げた。しかしマッティア・デストロが復帰して以降出番が減り、2014年1月25日、出場機会を求め同胞のアントニオ・ノチェリーノと共に、プレミアリーグのウェストハム・ユナイテッド FC に、レンタル移籍した。 2015年2月2日、ジェノア CFC に完全移籍した。2015年9月1日、クラブ史上初のセリエ A 昇格を果たした、カルピ FC と1年契約を結んだ。2016年1月28日、アタランタ BC へシーズン終了までの契約で移籍。2016年8月5日、カリアリカルチョへ自由移籍で加入。 2016から17シーズンには16得点を記録し、シーズン終了後に2019年まで契約を延長したが、クラブとの対立し対談した。2017年8月19日、SPAL へ2年契約で加入。2018年9月2日、スペイン3部の u d イビサへの加入が、クラブから発表された。体を張ったポストプレーが特徴のハードワーカーで、 チャンスメイクやディフェンスなど、プレイバリエーションが豊富な万能型ストライカーである。また左足のボレーを得意とする。ありがとうございます。